新型コロナウイルスの流行で、医療従事者の個人用防護具、PPE が不足している。大企業や個人がマスクや顔面シールド、病衣などの製造を開始しているが、こういった動きに習い、あなたも何かしたいと考えているなら必見、従業員がマスクを作っているというテキスタイルメーカーの米希望者のスタッフがその作り方を教えてくれた。 針と糸さえ用意すれば OK。新型コロナウイルス感染症カビド19の感染拡大を受け医療用マスクの供給が足りなくなっており汚染された可能性のあるマスクを数日間続けて着用したり T シャツやバンダナでそのバシのぎにすることもあるというさらに米 CDC ・アメリカ疾病予防管理センターからの新しいガイドラインにより 感染拡大を防ぐため、ますます多くの人が公共の場でマスクを着用するようになっている。ウイルスの侵入を100%防ぐマスクやシールドはない。最も効果のあるマスクは医療用マスクや N95 防護マスクだが、供給不足を受け、多くの病院では医療従事者に入手可能なものを使用するよう促している。 布マスクは完全ではないものの何よりもしぶきを防ぐことはできる希望者が作成したマスクは2層のコットンでできている医療用マスクと同等ではないがバンダナを巻くよりも強力に守ってくれるさらに CDC は現在市民は公共の場で布マスクを着用することを推奨している CDC 推奨のマスクは 顔の側面にぴったりとフィットししっかり結ぶか耳に引っ掛けるかして固定する複数層の布地で無理なく呼吸でき損傷やがた崩れなしに洗濯乾燥をできるものだというそこで最善の策としては寄付や使用前に収縮済みの生地を使用するか一旦水通しして生地を縮めてからマスクを作ることマスクを外す時は目に入らないよう注意して。